はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も収録というか、YouTube やっていきます。今日はね、プロスピちょっともう一回ね、やっていきたいと思うんですけど、ちょっとね面白くてちょっとハマっちゃいました。軽くそうですね、さすが野球やってきたんで、やっぱ野球のゲームはちょっと楽しいなと思いましてね、あんまりゲームやらないんですけど、野球のゲームはちょっとね、ハマりつつあります。ちょっとねこのゲーム弟もやってたみたいで、非常にね、アドバイスをいただきながらはい、ちょっとやってるんですけど、ちょっと僕のオーダー上見てください。これまずピッチャーから、はい、ピッチャーこんな感じなんですよ。はい、これは強いのか弱いのかまだ僕には分かってないですけど、 S が何人かいます。でも僕の理想はね、やっぱりジャイアンツで全部揃えたい、全部で揃えたいんで、今はちょっとジャイアンツ以外の選手入ってますけど、ゆくゆくは全部ジャイアンツにしていきたいって思ってます。で、野手は見てください。野手は結構ジャイアンツ揃ってるでしょ。丸さんに、カズマに、坂本さんに、小林誠さんに、で、ベンチにも中田さん、直樹さんとか入ってるんで、もうちょいなんですけどね、ちょっとねここはね、まあ、頑張ってやっていきたいところなんですけど、そうや、昨日ね、ちょっとまた話別になるんですけど、甲子園見に行きましてね、松原聖弥さんの招待券で、甲子園見に行きまして、非常にナイスゲームで、8-4 かな ?8-4 で勝ったゲームなんですけど、蝶野さんが代打でスリーランを打って勝った試合なんですけど、やっぱりね、めちゃくちゃ面白いですね、さすが、久しぶりに、見に行くとね。で、その試合前に、直樹さんであったりとか、誰と喋ったかな、直樹さん、聖也さん、聖司さん。坂本さんとも話しましたね。坂本さんと、あと、カズマとも話しましたね。カズマと、あと、トレーナーさんとかとちょっと喋っ、マネージャーとトレーナーさんとかと話したんですけど、やっぱりね、僕辞めて3年経つんですけど、まだ、未だに覚えててくれてるというか、まあ、非常に嬉しいです。蝶野さんも、1年目しか被ってないんですけど、久しぶりみたいなこと言ってくださって、非常になんかもう、気遣いの鬼というか、ありがたいかったです。なんか嬉しかったですね。てなことでね、今日はちょっと、今日2回目、リアルタイムの、勝負、をやっていきたいんですけど、ちょっとやっていきますわ。なんかリアルタイム対戦はなんか弟によると、そのなんていうの、体力が減らへんって言ってたんで、ちょっと今日ももう体力結構使い果たしてるんで、うん、ちょっとランク戦やっていきますわ。はい、ちょっといきます。これなんかチームスピリットが近い人とやれるってことなんで、僕はまだまだザコザコなんで、その僕に合った相手を探してくれるっていう、めちゃくちゃいいっすよね。便利な。お、見つかりました、対戦相手。わ、やば、お、メルセ、メルや。メルセです。僕、よう、組んでました。メルが、3軍にいた時とかも、めっちゃ、僕のことを押してくれてね。通訳の人とかにも、こう、結構もう、他のキャッチャーじゃなくて、小山がいいみたいなことを言ってくれたみたいで、終わってから気づいたっていうか、気づいたんですけど、気づいたとか教えてもらったんですけど、そうやって言ってたよって、ずっと言ってくれたんで、トレーナーさんじゃない、通訳さんがね。よし、行きます。頑張ります。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみ。うわぁ、これ、普通の時より難しいですよね、このカーソルが。うわぁ、早い。うわぁ、全然ダメ。振り遅れ。バッターは2番に入っている吉川。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。うわぁ、えぐい。アウトローを決めていた。コントロールいいんでね。うわぁ、えぐい。こっから負けていた。を打ち崩していくかも注目ですよね。よしよしよし、いいピッチャーやな。コントロールいいからな、ほんまに。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。おお、何や今のファール。よっしゃ、あー、セカンドゴロ。ナムちゃん、セカンドゴロ。マキちゃん、
ツーアウトランナーありません。よし、まず何を投げてくるか。よっしゃ、あー全然あかん。ありがとうございました。煽ってるやんけ、こいつ。よし、くそ。そしてマウンドに上がるのは先発の田中。西川が打席に入ります。強いんちゃう、これ相手。これから1回裏に移ります。よし、ストライク。スピードボールを持っています。もう一回打てる。ファウルになります。フォークや思うてるやろ。ノーボール2ストライクです。低めはボール。バッター、ここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。フランドか。でカットボール外からの。え？おお、ブレ。ホームラン打った。バッターは2番に入っている坂本。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中低め。つない。よし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 。まっすぐ結構ミスしちゃうんでね。指名打者のバレンティン。ツーアウトランナーありません。減点ピッチング。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。ここから落とすは1回。2球目を見送っています。1球、高梨。ほら、つまんのよ。違うとこやもん。シャーよっしゃ。よしよし。これバッティングがね、問題やねん。打てへんねん。よっしゃ、頑張れ。うわー、ど真ん中ミスったー。この場面はどう。くそー、ミスタイムのホールボール。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを取っていきたい。危ね。4球目は何で来るか。よっしゃ、ファウルか。切れていきます、ファウル。みんなは GM 行け。5球目は何か。よっしゃ、よっしゃ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 、ヒットよしよし。先制のランナーが出る。さあカズマ頑張れ。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。あーくそ、いいボールやな。もう一丁ストレート来ると思う。インコース気をつけたいですね。いやー早すぎ。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあこの打球はあれか。そう、よしよし、高め外れました。いけ、よっしゃ、これはファウルか。ファウルボールです。くそ、そろそろまっすぐやろ、打ちやろ。よしよしよし、ブレーキが効いたボールです。平行カウント、ボール。よし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 、見直した。3ボール2ストライク。落ちろ。あーくそ、ワンアウト。くそ、丸さん。ワンアウトになっています。あーくそくそ、うちか。ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。うわー、ギャン着払いしてもだ。くそ、ボール。よしよし、非常にブレーキが効いたボールです。こいつこれ多いな。あーゲッツーが、くそくそ。さあホークス、この回は4番から始まります。バッターは山川。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。くそです。よしよし。切れました。ファウルボール。一球カーブにしとか。ワンボールワンボールぐらいに。あ、よしよし、ファウルファウル。よしよし。で早いの来ると思ってるやろ。早いの来ると思ってるやろ。うわー、打たれた。いいボールやな。いいバッターやな。ピットでランナーを一塁に置いています。よっしゃ、ゲッツやろ。しゃしゃしゃ。でこういう時はホームラン警戒ね。ホームラン警戒。ダブルプレーでランナーなくなりました。ミスター、ミスター、ど真ん中行く、やばい。また初球。ホームラン警戒。ホームラン警戒。外まっすぐ。まあ打たれんやろ。えぐい。ジャストミート。
おぶねおぶねで、あえてもう一球同じとこ行く。変えると思ってるから。うまい。やるね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 。あー、ミスやばい。真ん中行くな。大きく外しています。よっしゃ、いいの。よっしゃ、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 よっしゃ。あ、これ延長戦あんねん。よし。なんか打てそうやけどな。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ちょっと緩いボール待っていきますわ。追い込まれるまで。なるほど。この打席のポイント。あ、ボール。あー、そうか。緩いの待つ。緩いの待つ。ボール。緩いの待つ。皆さん、あの2サイドまで。いい。よし、こっからはもう対応。よしよし、スイーツまで持ってきた。おー、シャバオラシャバオラないよ。うわー、なるほど。さあ、どう来るか。頑張れ。ボール。よし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 、まっすぐやろ。うわー、ゲッツー。でもまだまだ坂本さん、よし、落ちろ落ちろ落ちろ。くっすーくっすー。あかん、やばい。タイブレイク、やばい。ゲッツ来い、ゲッツ来てくれ。よし、いやー、これもうスプリット連投や。プレー、よしよし。よしよし、ボールでいい、ボールで。こい、詰まれ。あー、くっそ、詰まりすぎ、相手。さあ、そしてバッターボックスにはハイが入っています。うーん、嫌なバッターが続きましたら気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。これが2球目。よし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 、ランナー3塁2塁はそのままです。よしよしよし。さあ、そして打席には西川が入ります。ちょっと高いかな、やばいかな、やばいかな、やばい。ボールがある。やめろ、打つな。うん、うまっすぐ。いや、あ、よっしゃよっしゃよっしゃ、危ねえ危ねえ。サヨナラには至りませんでした。あぶねー。え、敗北？え、負けなん？いや、おもろいな、リアルタイム。でもちょっと、あの、もし見てる方、あの、レベル低いなと思うかもしれないですけど、やってる方はバカ楽しいです。よし、てなことで今日はね、リアルタイム2戦目というところで、あの、やっていきましたけど、非常に楽しい。リアルタイム非常に楽しいですね。うん。またこういう動画も撮っていくんで、あの、アドバイスお願いします。ほんまに。バカ下手くそなんで、アドバイスお願いします。これ見た人はね、必ずアドバイス、多分絶対僕より上手いと思うんで、あの、アドバイスお願いします。あの、言う通りにやるんで、ほんまにお願いします。アドバイスお願いします。てなことでね、今日はね、こんな感じで終わってきます。小山翔平ベースボールチャンネル、あの、高評価、チャンネル登録、アドバイス、コメント、よろしくお願いいたします。ということで、バイバーイ。